26年間も待たせやがって。やい、アクション起きておきです。お願いします。ザ・ファーストスラムダンク公開日に見てきたわけなんだけれども、僕はスラムダンクに関しては特別な思いってのがあってさ、僕はスラムダンクに影響されて中学校3年間バスケ部に入り、桜木花道に憧れて坊主にしとったぐらいゴリゴリに人生観変えられた作品なので、スラムダンク大好きなのね。でまあ正直公開直前にさ、炎上騒動なんかがあって世間的に叩かれとったりしたけども、関係ないじゃんそんな。世間の炎上とかで見に行くのが揺らぐほどのスラムダンク愛じゃねえから、こっちとら。で俺正直ね、スラムダンクのアニメは全然見てなくて、もう漫画がすごい好きなの。だから正直その声優さんの変更とかっていうのにそんなにダメージもなくすんなり入れたんですけれども、まあそれにしたって俺はスラムダンク大好きだからめっちゃ楽しみにしとって、いざこれ見に行ってきたわけなんだけれども、複雑なのよ。最高だったって泣きながらガッツポーズできるような状態ではなく、って口すぼめながら顎さすってて、自分のスラムダンクと向き合うのもそうだし、いろんな感情が入り乱れる中、とりあえず感想を語っていきたいなと。ネタバレありで喋っていきたいと思いますので、まだ見てないよっていう人はね、正直スラムダンク読んだことないよっていう初見の人も結構いける作品ではあると思うので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。まず僕はね、個人的な予想として今回の劇場版三能戦やるんじゃないかと。でアニメーションの方では、元々やっとったアニメの方ではインターハイ直前で終わったんだよね。三能戦っていうのをアニメでやってないっていうのがあって、アニメファンの人たちからしたらそこも多分期待値だったと思うのよ。もしかしてアニメで三能見れるんかと。原作好きの俺としても三能戦を映像で見たいっていう気持ちはあったから楽しみにしとったわけで、冒頭よ、沖縄スラムダンクで沖縄めっちゃ怖かった俺これ。ほんで公園みたいなところで知らん子供と知らん子供がバスケしたのに。ワンワンワンで。んで背の高い年上の方がさ、りょうた。りょうた？もしや、井上先生、これ、宮城りょうたのことっすか？このクラウチングスタートよ。どうやら公開前の段階でもしかしたら宮城主人公なんじゃないか、今回宮城にフィーチャーされるんじゃないかっていう噂はあったらしいんだけど、俺よく知らなくて、宮城のお兄ちゃん。これね、スラムダンク好きの人はまあみんな周知の事実だと思うんだけど、スラムダンクって本来、各キャラクターのバックボーンを描かないっていう魅力があって、家族構成とかどこに住んでるとかどういう過去があるとか、あんまり深掘りされないのよ。だから本当に愚直にただバスケをしていくっていうだけの漫画なわけ。そこにすごくこう熱さを感じて俺は好きなのね。今作ではまず宮城のバックボーンから描くっていうので、結構俺としては複雑なわけよ。もう早速ほんだらその宮城の過去っていうのもさ、そのかなり辛いわけね。親父が死んで家族の支えであったお兄ちゃんも海難事故で亡くなってっていう、もう二人も肉親失うっていうスタートじゃん。つらっ。ならね、その兄ちゃんの形見のリストバンドをさ、ロッカーから出してよしって言って試合に臨む宮城。ならね、そのオープニングザ・バースデーのバカかっこいいイントロがバー流れたと思ったらよ、宮城のこスケッチみたいにね、シッ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 みたいな、資生堂の CM みたいな、スケッチみたいなんでバーって宮城描かれていって、ほんならだんだん周りの人たちもこうバーってこう漫画っぽく描かれていって、オープニングバーンつって湘北高校かっけー。ほんなら階段からバッバッって降りてくる、おそらく今回の対戦相手、誰や誰や誰や、三の恋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 っつったら、もうこの下のユニフォームのラインとかで、え、来る、え、三の来る、三の来る、三の来る、三の高校三のが来た、やば、喉つった。山王工業高校のねユニフォームがバーン出てきて、山王でした。この時点でも俺の中でも満足なわけ。あ、山王戦見れます。ここで俺ガテンが言ったのが、原作の山王戦っていうのはマジで名作で漫画史に残る伝説のシーンなわけよ、その山王戦といえば。ただなんで山王戦が特に素晴らしいかというと、31巻かけて描いてきた過程もあるからってのはあるんだよね。ただ今作は2時間の中でそれを描かないといけないと。特にまあ初見の人もおるだろうっていう中で、2時間の中でいかにこの三能戦に感情を持っていかせるかっていうと、主要なキャラクターを掘っていくっていうのが一番やりやすいと思うし、それにあたって桜木でもなければルカワでもない宮城亮太を選ぶっていうのも俺はすごいいいなと思ったの。その原作でも宮城ってすごい人気なキャラクターではあるんだけど、意外とフィーチャーされてないんだよね。結構ね、そのキャラ被っとんよ。まずその元ヤンキーっていうので桜木花道と同じじゃん。で一回抜けてまたバスケ部に戻ってくるっていうのが三井がいるから、湘北の問題児チームの中では一番まともな問題児みたいな感じなんよ。原作好きも熱いし、初見の人も宮城が主人公っていうすることで感情を持っていきやすいしっていうので、あ、そういう手法なんだと納得できて、
まず見始めると。で、もう、早速三能戦が始まるんだよな。もう、めっちゃ早いよ。おぉ、ホイッスルなる。スラムダンクの名シーンが、試合中に挟まってくるわけよ。でも、その試合中もね、まあ、三能戦ってもう、名シーンのオンパレードだから、諦めたらそこで、試合終了ですよ。とか、俺は今なんだよ。とか、川田の、とか、すべては描ききれんにしても、割とこう、俺もね、個人的に、わ、ここ見たかったなっていうシーンが入ってたりとかして、熱かったのよ。不安要素だった声優さんっていうのも、俺は結構何ら違和感なく、で特に背中痛めたところの、言わないで、綾子さん、とか、めっちゃグッときたのよ。で、特に声優さんで良かったのは安西先生。安西先生、良すぎない?で、タプタプシーンもさ、作画が自分の CG だから、すごいリアリティあんのよ。で、もう一個の不安要素だった作画。ね、ちょっとこう独特な絵っていうのが、違和感があるなっていうところもわかる。俺も予告編とか、あれでも最初の方はちょっとなんかピーピングライフ感っていうかさ、ピーピングライフみたいな動きしてんなーって感じだったんだけど、見ていくと、やっぱね、いい意味で地味なのよ。だから結構スラムダンクの三能戦とかって、割とこう漫画的な演出でもすごい派手で躍動感溢れてんのね。今作は、その CG でものすごく人間っぽい動きをしてると、モーションアクターっていうの。その、本当に、そのバスケをやってる人が本当にそのバスケのそのシーンをこうやってそこにアニメーションを当ててるっていうような制作とかもされてて人間の動きによりリアルに近づけてるからこそ宮城のパスからの桜木のダンクのアリウープとかもすごい派手でかっこいいんだけど映像では割とねこうすんなりやんのよそれがあマジで実写の試合として見とったら意外とこれぐらいあっさりしてるんだろうなっていう生々しさがあったのよ。そこもすごい良かったのね。だからキャラクターの動きっていうか、人間の動きっていうのが、今までに見たことのない感じがして、井上すげえって。ただ作画に関して一個ちょっと不満点というか、ってなったのが、試合中のシーンの背景のお客さんが、ちょっとなんかこう、雑というか、なんか、全員のっぺらぼうで、なんか水彩画っぽい感じだったじゃん。コートにいる人たちはすごい生々しい、リアルな人間っぽいのに、背景だけすごいなんかね、チャッチーのよ。これがね、俺が個人的にスラムダンクが好きすぎて、辛い夜よく見てるアプリがあるんだけど、トーキントゥーザリムっていう、ずっとこうシュート練習してるだけのアプリがあるんだよ。これ課金アプリなんだけど、これ俺好きで、よく眺めてるのね。これね、宮城のドリブルバージョンってのもあって、宮城亮太がずっとドリブルしてるだけのこれバージョンがあるのよ。今作のパイロット版みたいな動きをしてて、なんかそれの伏線だったんって思うぐらい、なんかすごくリアリティだったのよ。動きとか、本当にバスケしてるで、バスケ自分もしてたから、本当にバスケしてるような動きだったからね。感動して、最高だったと。ただその沖田の複雑ポイントで言うとさ、宮城のバックボーンというか、宮城家の家族のシーンっていうのが、やっぱすごく暗いのよ。それが、めちゃくちゃ熱い、ハイテンポな試合中に回想として入っちゃうから、どうしてもテンションも下がっちゃうのよ。俺の大好きな名シーンが、ね、映像で楽しめるっていう熱さがあって、うわーってなってる中で、宮城の回想になった時に、うわー。また始まった辛いシーンってなっちゃうの。しかもね、マジで宮城が主人公だったから、他の選手がね、あんまり描かれないのよ。特に、ルカワに全然スポット当たんないのよ。あのルカワが、めっちゃ影薄いんよ。極めつけが、もう最後さ、アメリカ行ってんの宮城なんかい。宮城が湘北のキャプテンになって終わるわけよ。原作の方ではね。だから、宮城を主人公にして、で、今回の三能戦があり、わーってなって、最後に、宮城が湘北のキャプテンになって、こっからザ・ファースト・スラムダンクやーと思ったわけ、途中まではね。でもなんかアメリカ行ってる?だからもう本当になんか、宮城がタブセになってんのよ。困惑?これは。ん?っていう。じゃあこのタイトルのザ・ファースト・スラムダンクってどういう意味なんだろうってなった時に、で、ここはすごい良かったんだけど、辛い過去を支えてくれとったのが、自分の中でバスケだったっていうシーンがあるじゃん。母ちゃんにね。あれはほんと良かったんだけど、バスケットを始めたきっかけと、自分にとっていかにバスケが大事かっていうのを描き切ることでの、一人のバスケット選手のザ・ファーストを描くんだなっていう熱さはあって、あ、いい、グッとくるって思ったのよ。俺の中のスラムダンクが、まあ、やっぱり原作厄介オタになっちゃうんだけど、形変わっちゃったっていう悲しさもやっぱりあったのよね。で、これがさ、監督と脚本を井上先生がやってるっていうのもすごいでかいのよ。もう、それってもうさ、作者が書いた同人誌はもう答えじゃん。てかもうオフィシャルじゃん。同人誌でもなんでもないじゃん。あんたが言うならそうなんだろうけどさーっていう。井上先生、あんたがそれを言うんだったら俺らはもうそうなんだって、それが正解なんで飲み込むしかないんだけれどもさー。
でもそうなんやーっていう。やっぱもうスラムダンクほどになるとさ、みんなの中にスラムダンクがあって、みんなの中に宮城亮太がいるじゃん。じゃあ俺の宮城亮太はどこに行ってしまったんだろうっていう。ドリブルこそチビの生きる道なんだよ言うて、あ、もうかっこよかったよ、もうかっこよかったな、あのシーンもな、最高だったけど、俺の思ってたドリブルこそチビの生きる道なんだよと、今回の映画で描かれてた文脈がちょっと変わってきちゃうから、そこになんか俺はやっぱり寂しさもあったし、複雑な気持ちもあったのよね。特にその三能チーム、三能側がもうほとんど描かれてなくて、俺三能もすごい好きなのよ、個人的に。それはね、正直もう時間の兼ね合いでしょうがない部分だと思うんだけど、三能側が全然描かれてないから、最後の原作にない泣き崩れるシーンがそんなにエモく感じない、そんなにこう爆発してないんだよね、俺の中で。だから複雑なのよ。8時間やってくんねえかな。2時間じゃ無理でした。8時間やってください。ただまあ三能戦といえばね、おそらくみんなが一番見たかったであろう、あのラストの無音シーンですよね。漫画だとね、セリフなんてのもほとんどなくてさ、絵だけで展開されていくあの40ページ、あれを映像でどう表現するのかと俺もワクワクしてて。で、あのさ、まあ、原作のあのシーンって、まあ、無音シーンなんてよく言われるんだけど、あれって逆に音が聞こえてくんのよ。セリフとかを省くことで、でその動きだけ、あの疾走感、駆け抜けていくあの緊張感を描くことで、絵だけで見せることで、聞こえるはずのないダムダムキュッキュッ、ゼーゼーハッハッダムダムが聞こえてくんだよね。だから聞こえるはずのない音を俺らの脳内で完全に再現されていくっていう気持ちよさ、あの脳内をハックされる気持ちよさがあるじゃん。それを映像はもう音ありきだから、どう表現するんかな思うたらよ、色消すっていうね。センスえぐかったね。この前の動画でね、俺も言っとったんだけど、あの予告編でね、鳴っとったチッ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 っていうカウントダウンの音が無音演出に生きてくるんじゃないかっていうのは、まさにまあその通りになったんだけど、色を消すっていう演出で、そっから左手は添えるだけっていうセリフを言わせないという。はぁ、尖り散らかしてるやん。で、バーンハイタッチ。でも、あのハイタッチもさ、やっぱ、ルカはそんな描かれてないから、そんなに熱くないんだよね。あのハイタッチはやっぱり原作の見開きの、っていう感動は正直ないんだけど、その代わり、その後わーってみんなが集まって、宮城だけが上見上げてるっていう、ここはやっぱり、熱かったのよ。感情の動かし方を原作とは違う部分に置いてるんだよね。漫画の方、あ、映画の方は。もうちょっと個人的な話になっちゃうんだけどさ、今回その劇場環境がやっぱ良くなくて、右斜め後ろに座っとったおじいちゃんがね、なんかずーっとなんかね、喉がゴロゴロ鳴ってんのよ。なんかそのいびきかいてるみたいな、ずっと鳴ってんの。猫かなって思って、俺最初猫いる？寝てんのかなって思って、ちょっとチラって振り返ってみたら全然起きたんよ。あ、まあそういう喉鳴る人なんだって。まあでもそれしょうがないじゃん。まあそれ長いこと生きとってね、喉も酷使しときゃさ、ゴロゴロ鳴る一つや二つ鳴るじゃん。そこに関しても目つむろうやと。で、俺もまあそんな気にしてはなかったの。なら、そのあの無音演出ね、あのラストのふわーって駆け抜けていくシーンで、おじいちゃんがもうあそこ本当に音がないシーンじゃん。本当にあのチッ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 っていうタイマーの音だけじゃん。本当にないんだけど、あそこでおじいちゃんがほー逆転したなぁ。ほぉ。うるさいなぁ！お前の副音声で聞きたらええんじゃん、お前。ほぉ。ほぉってないやん。めっちゃ喋るとかじゃないんだよ。なんかめっちゃ、うわ、すごい、あ、え、これでこれでとかで、めっちゃ喋るわけじゃなくて、ただずっと、ほぉ。簡単譜だけで喋んな。もうあのゲームとかでキャラクターが喋るときにさ、一言目だけ音声ついてるバージョンあるじゃん。やあ、プルンプルルルプルルみたいな。その一言目だけ喋るタイプのキャラクターか、お前。ほぉ。プルプルルプルルのやつか？ご老体だからいたわらなきゃみたいな。このじいちゃんにムカつくことで芽生える俺の罪悪感はないんや。俺の中のおじいちゃんの許せるキャパ超えてっからな。ほんならなんかそっからなんかその悪の波動みたいなのが広がったんか。で、今度左斜め後ろから女の子のお腹から、っていうそのお腹鳴る音とかもうかき鳴らしてきて、うるさい。ほんならもうなんか音らしていいんだみたいな空気に若干なって、そのドリンクとかも、うるさい！今飲むな！
なんで今喉乾くんよ。おのおのが微量な生活音出してくんのよ。あーって言うほどのウルトじゃない、その絶妙な音量、俺の劇場体験をかなり阻害してきて、それがあったから複雑でもないと思うのよ。まあ正直そのそれだけじゃないところでもあったからなんだけど、でもちょっとあのうるささはでかかった俺の中で。ごめん、なんだろう、これを一番言いたかった俺は今日の動画で。だからこの映画としてもすごい良かったし、なんならもう一回見に行きたいなっていうか、てかもう一回見に行くし、あともう一回見に行くんで、お前金払え。皆さんもくれぐれも注意してください。以上、沖田祐樹でした。バイバイ。結構グッズが豊富だったんだけど、ちょっと俺その映画の衝撃が強すぎて、もうグッズ見る間もなく俺もう呆然としながら帰った。パンフレットはね事前に買ってたから、もうその呆然としながらもう俺岐路に立って、俺はどうだったんだ俺の中で。それからなんかさ、 YouTube でさ、俺あんまり人の映画感想とか見ないんだけど、普段スラムダンクは気になったから YouTube でスラムダンクの感想を調べてみたらさ、サムネイルがもうそのクソ映画でしたと最高だったの二択しかなくて、その間いないの、キングオブコントの東京ゼロさんみたいな、ちょうどいいやついねえの。好き勝手コメント欄使って感想を吐き出していただければなと思います。ただこれあらかじめ言っとくんだけど、スラムダンク自体は大好きです。今度は嘘じゃないっす。これ見たかったね。